今日はの石橋楽器梅田店さんにお邪魔しています。あの前回ちょっとあのケリーさんのレッドハウスのシアレットオーガーを試奏させてもらった動画をアップしたんですけど、今日は石橋楽器さんの方の動画を撮影するということで、私めが思想の役割を仰せつかりましたんで、またねあのまだツイッターとかあのそういうので、ね、アップされるんじゃないかなと思いますけど、まあ、頑張っていきたいと思います。石橋楽器梅田店さんにお邪魔してるんですけれども、今回こちらの、レッドハウスギターの、ケリー・サイモンさんのシグネチャーモデルシアレットオーガーが入荷されたということで、お店 の, あの商品紹介動画で、それをちょっと私秀樹畑中と申しますが申し遅れました、今回ちょっとこの、ギターを試奏させていただくということで、お邪魔しました。ちょっとこちらのじゃあサウンドを皆さんに聞いていただこうと思います。Thank you.
どうでしょう、ちょっとしくじったけど最高です、しくじった最高です、じゃあ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん、こんにちは、ひできチャンネルのひできです。今日また改めて石橋市楽器梅田店さんに来てレッドハウスシェアレッドオーガの思想商品紹介の動画の撮影のお手伝いにやってまいりましたまあこれを見ていただいている頃にはもうひょっとしたら石橋楽器梅田店さんのツイッターとかで流れてるかもしれませんけど、少しはこのレッドハウスギターの良さ、まあ、僕が伝えられたかどうか分かりませんが、もうとても素晴らしいギターなので、興味のある人もチェックしてください。いやー